その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。あれから2年、シガンシナクを出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。どうした第104期訓練兵団、ここには役立たずしかいないのか。立体機動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。他の連中も聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。次、用意はいいか。この装置を使いこなせるようになれば巨人どもなんて敵じゃない。俺は強くなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。これができなきゃ話にならねえ。やってやる。高速で動くことが可能だ。限りあるガスを有効に活かせ。戦闘中にガス切れになったらまずいもんな。ガスの残量に注意しておかねえと。
をうまくこなせなきゃ巨人なんか相手にできねえぞ。遅いぞ、イエガー！さっさとやれ！いいだろう。これで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ。次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。遅い。実際の戦場でそのざまではすぐに巨人の胃袋行きだぞ。次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ。何をもたついている。そんなに巨人の餌になりたいか。刃は攻撃すれば、ガスは吹かせば消耗する。刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である。以上を踏まえ、
実戦を想定した訓練を行う。各自判断して必要があれば補給しろ。訓練兵、刃とガスはここで補給できるぞ。足りなくなったらすぐにここへ来い。最後の訓練だ。総合的な巨人討伐技術を見せてもらう。これから目標が複数体出現する。時間内に可能な限り多くの部位を攻撃しろ。よし、他の奴らより早く目標を見つけて部位を片っ端から削いでやるぞ。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいこと言いますね。獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつ。分かってるよ。他の奴らに負けたくもねえしな。立体起動装置うまく使えてるみたいだね。ああ、なんとかな。だが、もっと上手くなってやる。もっとチームワークを鍛えた方が実戦に近い訓練ができると思うんだけどな。お前らしいな。でも今回は競争なんだ。お互い頑張ろうぜ。エレン、大丈夫？余計なことはすんなよな。お前はお前で全力を尽くせよ。教官が見てると思うと緊張して実力出せないよ。弱音吐いてるとまた教官にどやされるぞ。
助かった。俺はもう立体機動術のコツをつかんだぜ。てめえは指くわえて見てな。せやお前にだけは負けねえ。苦手だけど頑張らなきゃ。アレミ、お前ならやれるって。俺も手は抜かねえけどな。エレン、クリストの邪魔はするんじゃねえぞ。はあ、何言ってんだお前。兄か、珍しくやる気出してんな。そりゃね、憲兵団に入れるかどうかは立体機動術の評価次第だからさ。ガスはまだ大丈夫？補給を忘れないようにね。ありがとうクリスタ、お前も頑張るよな。負けないからなエレン。ああ、俺だってトーマスには負けねえよ。なんか競う相手がいると思えますね。カリュードの血が騒いじゃいますよ。張り切ってんなサシャ。俺も負けてらんねえ。そこまで。時間だ。訓練終了。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。エレン・イエーガー、お前が1位だ。やった、やったぞ、1位だ。おのおの、今回の結果を踏まえ、さらに訓練に励め。解散。疲れた。もっと体力つけなきゃ。エレン、立体軌道のコツはつかめたか？いや、対人格闘術ならライナーに負けねえけどな。お前だって兄に投げ飛ばされてただろ。なんならまた投げ飛ばしてあげるよ。兄はいつもクールだな。対人格闘術なんて点数にならねえんだ。どうだっていいさ。じゃあ
そんなに点数が大事かよ。当たり前だろ。憲兵団に志願できるのは成績上位10人だけなんだ。俺たちは真面目に訓練をやり抜いて内地で快適に暮らすんだよ。のう？あ、いや、僕は何のための訓練だと思ってんだ、クズが。なんだと？二人とも落ち着きなよ。巨人から遠ざかることしか考えてねえ兵士なんている意味ねえだろ。俺は現実を見てるだけだ。お前みてえな死に急ぎ野郎とは違うんだよ。エレン、やめて。おい、ちゃん。お前の志望は調査兵団だったな。ああ。俺は調査兵団に入って、この世から巨人を駆逐する。その後も第104期訓練兵たちは厳しい訓練を耐え抜き、卒業の日が近づいていった。3年間の訓練を終えた第104期訓練兵はついに卒業の日を迎えることとなった。心臓を捧げよ。本日をもって訓練兵を卒業する貴様らには3つの選択肢がある。壁の強化に努め各町を守る駐屯兵団、犠牲を覚悟して壁外の巨人領域に挑む調査兵団、そして王の下で民を統制秩序を守る憲兵団。無論憲兵団を希望できるのはこれから発表する成績上位者10名のみである。クリスタ・レンズ、サシャ・ブラウス、コニー・スプリンガー、マルコ・ボット、ジャン・キルシュタイン、エレン・イエーガー、アニ・レオンハート、ベルトルト・フーバー、ライナー・ブラウン、主席ミカサ・アッカーマン。やっ
とここまでたどり着いた。今度は俺たちが巨人を食い尽くしてやる。